はい、どうも、うみです。本日は、I feel good というゲームをやっていこうと思います。はい、発音が良すぎて何て言ったか聞き取れなかった方、ゆっくり言うと、I feel good です。うぜえ。早速開始早々うざいですね、私。ごめんなさい。まあ気にせずにね。はい、ちょっとかっこよく言ってみました、英語。I feel good ということでね、この皮を剥くゲームでございます。もうシンプル、いろんなね果物とか野菜とかの皮を剥くゲームらしいんですけど、ちょもうねチュートリアルでな説明出てるんでやっていきましょう。最初はね、まあ皮剥くと言ったらリンゴですね。はい、いや私皮を剥くって言ったらあのねナルトのさくらちゃんのシーンを思い出すんですよね。サスケのためにさ、リンゴを剥いてバーンって捨てられるやつちょっと待ってね、一個取り、反り残しがある、反り残しが上にある、これむずい、いいのかこれで、反り残しが気になる、あーいいの、リチューの、ちょっとごめんなさい、英語本当に無理なんで、じゃあ、あでも星さんなんでクリアということですね。はい、じゃあやった反り残しあったけど、なんだこれ、なんだこれ、なにこれ、なんかリンゴのイチジック、何この果物がなんかわかんない、いちじく、なんだろうわからん、あれあれに見えるライチみたいな、ライチって皮を剥くんだっけ、あこれうまい、よーしよしよし、いいよ、この剥き方は完璧でしたね。いやリンゴよりうまかった、これは星さんですね。よし完璧、お、なんかプレゼント、タップトゥーオープン、お、ナイフ、あこのナイフで切るの、あ、ナイフに変わった。あの、さっきの見たら、ライチって書いてたよね。英語で確かライチって書いてたんで、ライチですね、さっきの果物は。で、これは、なんか出てるのよ。0.0、あ、まだ、反り始めてないということか。反り始めてない。これは、梨かな？お、あ、ちょっと待って、ナイフ。あ、いける。今、このポジション大丈夫。ね、これ絶対身までね、相当身を削ってる。今、身を削ってるんだけど。よし、でもねこれゲームなんでね、身は削れないという超奇跡が起きてる。うわこれめっちゃうまくね、こんなにうまくいったらもうね、なんか皮むき器とかいらないよ、皮むき器ないと私絶対むけないよしこれは星さん達成したね、よしはい、星さん、よしゲットしました、星さん、これはね全部星さんゲットしたいですね、やっぱ樹脂力ね、樹脂力のためにも。はい、次は果物じゃなくて、これ玉ねぎが来ましたね、野菜が。これ選べるんだよね、ピーラーとナイフ。でもまあ、ナイフで。玉ねぎはね、さすがにピーラーで切るか。あれ？どうだったっけ？人参がピーラーってイメージ。よし、いいよ。あ、ピンクの玉ねぎ？ピンクだ！え、玉ねぎこれ。あ、でも、あるか。あ、そっか、あるか。紫色の玉ねぎってあるね。あの、ジブリのさ、玉ねぎって紫色のやつ。あれめっちゃ美味しそうなんだよね。あ、うまい。これは、もうこの下の方切りたい。ただ、食べれないでしょ、その根っこの部分。お、新しいまた、これは、なんだろう、ナイフの次。え？レイク？な、これで、そるの？え？はい、このね、アイテム、レイクを調べてきたんですけど、調べたら、熊手って出てきたんですよ。落ち葉とか拾うやつの熊手だよね。え、これ、え、そう、それ使えるの？どういうことか分かんないけど、とりあえずやってみよう。おーえ、これ絶対使い道、え、本当に合ってる？こんな使い方なの？絶対違うよね。いや、ピーラーでいいでしょう。そう、じゃがいももピーラーじゃん。熊手で、あのね、皮むく人初めて見るよ、私。そういう、なんか、ちょっとありえないこともあるんだね。ありえないアイテムみたいな。ちょ、面白いですね。そういうところ。はい、星さんゲット。はい、引き続き、この熊手で、多分これは桃かな？桃を削ろうと思います。よいしょ。おっと、ちょっと、いかん、荒ぶってる。あ、で、これさ、削り方いろいろあるのかな？ちょっと、いろいろ試してみようかな。次らへんから。あ、いいよ。もうここでいいんだね。全部なんか一応ね、全部反りたいんだけど、反らせてくれない最後まで。ピーチって書いてるね。桃でした。桃を熊手で反るっていう、新しい。ちょっと待って、パイナップル来たんだけど。逆にさ、パイナップルをさ、ピーラーでやれるか見てみていい？絶対無理と思うんですけど。いや、いけるんか。いけるの？パイナップルって。もっと硬
なんだけど私、ちょっと気持ち悪い、なんかモコモコしてて、私これ無理、ブツブツ、ちょっと気持ち悪いですね。あ、あとちょっとで星さん、よしよし達成した。あ、いけるんだピーラーでも。あ、全部色意外といけるんですね。まあね、ピーラーもいいですけど、やっぱりね、このレイクを使いますよ。レイクを使って、これは何だろう、この食べ物は。ちょっと適当にしてみて、こう、なんか、アートを描くのが大事だと思うんです。植木も。え、アート、これこそアート。ほら、ちょっと剃り残しあるけど、まあ、栄養あるでしょ、その辺にも。適当。めちゃめちゃ適当。あとちょっと、よーもう何でもいいじゃん、何でも星さん行くよ。あ、マンゴーですね、これ。マンゴー、あ、私マンゴー大好物です。はい、よし、次。あ、まだか、あとちょっとだ。お、キュウリ、これはキュウリだね。あ、でもキュウリはいけそう。こう縦に、よいしょよいしょ。あ、こう一回離してこうっていう感じでもいいね。あ、いい、あ、ちょっと回らんで、勝手に回らんで。あ、待ってこれ、あー汚い。いや、これもアートですね。綺麗。よし。あー、ちょっと気になるとこがいろいろある。一応下の方、よし。これで星さんだからね。うん。簡単ですね、星さん。よーし。次は何だろう。何の無機器が出るだろう、無機器。何これ、アックス。あっ、斧みたいなやつ。え、斧、え、はい、なぜか斧がやってきました。いや、もうこれあれですね。ピーラーとナイフまでですね、真面目なの。このレイクとアクスからちょおかしくなってきました。熊手と、斧だからね。そんなね、まずこんなミニサイズの斧とかあるのかな。わかんないけど。で、危ないよ、なんかさ、これ普通にゾンビとか倒してそうな斧じゃん。みかんをじゃあ剥いていきましょう。あ、いいね、みかん。あ、冬ですね。食べたくなってくるわ、みかん。みかんの冬に食べるみかん、やっぱ別格にうまい。よし。こんなね、斧で剥かんでも、もう手で剥け。手で剥きましょう、みんな。逆に時間かかる、絶対。はい、一通りね、10種類の果物や野菜たちをね、剥いていきました。で、今このレベル11ナスなんですけど、まあこれを最後にしようと思います。いやね、ただ剥くだけのね、ほんとゲームなんですけどもね、もう新しすぎるんですけど、まあこのやってる、私やってる側めっちゃ気持ちいいんですよ、こう剥けてる感が。なんで、ぜひちょっとね、皮剥きたい気持ちになった方やってみてください。どんな気持ちだよ。よし、じゃあ剥こう。ここの上をね、取りたいんだよね、このヘタン部分。私ナスビちょっと苦手なんですよね。よし。では最後はね、綺麗に剥いて終わりましょう。はい。いや、いいですね。ほんと女子力上がった気分。こんなんで女子力上がった気分って言ってる私相当やばいな。はい。よし。あ、いい。バナナみたい。あ、いいよ。私バナナもう一番大好きな果物なんで。はい。あとちょっと星さん。はい。絶対に星さんできるゲーム。